松山市の風の又三郎さんです。犬や猫は長生きしたいと思っておらず、その時お腹いっぱい食べて遊んで安心して眠れたら幸せだと思います。もう長生きした動物を少しでも長生きさせてやりたいと思って動物病院に連れて行くのは飼い主の自己満足なのではないでしょうか。先生は本音でどう思いますか？そうですね、まあ、本音からも、言って言わせていただくと、やっぱりそれはちょっと違うんじゃないかなと僕は思ってます。人間に置き換えて考えていただきたいと思うんですね。例えば自分のご家族の方が、ご老人になってですね、じゃあもう十分長生きしたからもう病院行かなくていいよってことは多分ないと思うんですよね。やっぱりいつまでも長生きしてもらいたいし、やっぱり病気になって苦しんだりしてもらいたくないっていうお気持ちになられると思うんですね。なのでそれは動物も一緒なんですよね。最近こう、ペットっていう言い方があまり適当じゃないんじゃないかって言われてまして、やっぱり家族の一員としてということで、家庭動物だったりとか伴侶動物っていうふうにしてよく言われますよね。で、そうなるとやっぱり人間と同じ家族と考えて、やっぱり病気してもらいたくない、長生きしてもらいたいっていうことで病院に連れてきてもらう、で、検診を受けたりとか何か検査をしたりっていうことは僕はやはり必要なんじゃないかなと思いますし、来ていただいている飼い主さんは皆さんそういうおつもり、お気持ちで来ていただいているので全然間違ったことだとは思わないですね。むしろそういうふうにして、思える家族がいることが幸せなことなんじゃないかなというふうに思います。よく一色動物病院さんで取材させてもらってると、本当にもう最後の最後までね、ここで点滴をしてちょっとでも楽にっていう飼い主さん見ますね。そうですよね、本当にその気持ちがないとその動物を飼うっていうのはちょっと難しいんじゃないのかなというふうに思いますね。単なる動物、そばにいる動物っていうふうにしてはなかなか考えられないですからね。やっぱり、そういう優しい気持ちで接していただければいいんじゃないかなと思います。最後まで可愛がってあげましょう。はい、そうですね。猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるペローグループ。どうしてね。